これが、ホンダエンジンを搭載している商品の証ですね。サムライチャンネルへようこそ今回は前回に引き続いて、ホンダのね、このミーモの電池会場の片隅に、なぜかオーレックのね、ブルモアがね、置いてあるんですよ。ホンダのブースなのに、なんでオーレックがって思うじゃないですか。そしてですね、さらにね、このステッカーですよ。このパワードバイホンダ。 セナプロ時代のね、当時の F1 をご存知の方だったら、もうこの言葉はですね、もう何度見たことかと。そしてホンダエンジンのね、性能の高さをね、強烈にアピールしたね、F1 だったんですけれども、現在の F1 ではね、もうこの言葉はですね、使われてないですよね。そして現在のホンダは、グローバルブランドスローガンとして、The Power of Dreams。夢の力としてね、これも素晴らしいね、スローガンではあるんですけれども、 ザ・パワー・ o w e r of をね、あえて使わずに、こうした農機具に、パワードバイ・ホンダこのステッカーを貼って、影に隠れた汎用エンジンとしてではなくて、まるで F1 のように、レッドブルにホンダエンジンを供給して、レッドブルホンダとしてね、世界の舞台でね、F1 にね、戦っているようなね、そんな印象を感じてしまいますね。つまりですね、オーレックに、ホンダの汎用エンジンをね、 供給することによって、オーレックホンダとして、世界の雑草にね、立ち向かっていくのではないかとね、勝手な妄想をしながらですね、ホンダパワープロダクツジャパンのムネタさんにね、この辺のところもね、お聞きしてみましたので、お聞きください。このホンダのブースに、オーレックのこのハンマーナイフモがあるんですけど、これはなんでホンダとなんか関係があるんですかそうですね、こちらに関しましては、 あの通常オレクです、ね、オ、えーレックさんは自社でさまざまな製品を出しているんですけれども特にホンダエンジンを搭載した、えー、このホンダエンジンを強みとした商品として、えー、オーレックさんの商品を参考で展示させていただいておりますこのエンジンのエジでですねそうですねねそう私も、ね、除雪機でこの GX エンジンを、ね、っと毎日使っているんですけが非常にいいエンジンですよね。はい このハンマーナイフは傾斜地で使うことが多いので、まあ、こちらですね見ていただくと25度の記載があると思うんですね。はい。でこの25度でもですね焼き付きなどがなく安心して使っていただける専用のですね傾斜対応のエンジンを搭載しております。搭載で25度って。 オイルパンのオイルが偏ってしまって、はい、オイルの供給不足になって焼き付きの心配があるとは思うんですけど、はい、そういった心配がないモデルです、はい、専用の傾斜対応エンジンですね、汎用エンジンのラインナップの中の1つというところで、まあ、あのこのエンジンを専用に仕立てたということでは残念ながらないんですけれども、もともと通常の仕立てと傾斜対応の仕立てという2種類がございます。 で特に私たちの方でお願いをして、ホンダ対応のエンジンを載せていただいているというのが、この商材になり皆、ね、さん私、ここに非常に今、食いついてしまったんですどこのバワードバイホンダ、はい、当時のエファンを知っている皆さんは、ね、このバワードバイホンダに非常に食いついてしまうと思うんですけど、はい、これはあの購入すると、標準でで付いているステッカーですかねそうですね、<ー>これがホンダエンジンを搭載している商品の証しですね。 ということでですね、ホンダパワープロダクツジャパンのムエツさんにはね、非常によく教えていただきまして、ありがとうございました。この世界でね、広く支持されているホンダの汎用エンジンなんですけれども、全機種ですね、フォーストロークエンジン搭載ということで、特徴としましては、確実な指導、作業に貢献する優れたエンジン性能。そして幅広い作業機会に採用される高い信頼性と耐久性。 そしてさらに世界各国の規制をクリアするクリーンな環境性能。そしてさらにこの傾斜対応エンジンには2つのね、特別な装備が施されているんですよ。1つ目はですね、エンジンヘッド構造として傾斜時のオイル切れを防ぐため、ワンウェイバルブがね、採用されているんですよ。そして2つ目は燃料供給構造として傾斜時の燃料安定供給のため、 負圧パルスポンプを採用していると。この二つをね、装備することによって、エンジンが傾いても安心して使用できるエンジンになってるんですよね。そしてさらに胸田さんにはですね、会場とは展示してない情報もね、教えていただきました。オイル級キャップをね、変更しているということで、オイル級キャップにはですね、オイルレベルを測るためのゲージがね、くっついてるんですけれども、その長さをですね、 通常より高めに設定するということで、通常はね、67ミリというものが使われているそうなんですけれども、それを49ミリと短くすることによって、オイルの量もですね、670cc から 850cc に増やして、傾斜時も確実な潤滑を可能にするね、オイル量を注入できるようにしてあるそうなんですよ。そしてさらにね、燃料アッパーレベルの変更ということで、 燃料ゲージを変更して、アッパーレベルを下げてね、最適化して、傾斜時でもね、燃料の流出を防止するね、対策が施されているということで、傾斜時でもね、安心して使える対策がしっかり施されているんですよね。いや、もうさすがホンダエンジン。もう所有するね、満足感をね、感じてしまいますよね。そして偶然にもですね、このブルモア、 HRC-805 にね、搭載されている GX エンジンは GX340 なんですよ。私のね、使用している除雪機、HSM1180i とね、同じ GX340 ということで、このエンジンの良さと、そして信頼性、もうこれね、冬のあの過酷な条件で動いてくれますので、身に染みてわかってるんですよね。 まあ今回ホンダブースにね、なぜオーレックがということでね、食いついてしまったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうかそしてホンダって言いますと、まあこうした車ですとか、まあバイクなんかがね、やっぱり有名で、主力商品だと思うんですけれども、実はですね、こうした高運機ですとか、発電機なんていうのも作ってるんですよね。それから船の船外機ですとか、飛行機も確か作ってますよね。 そして私がね、信頼して使っているこの除雪機ですね。雪国で生活するにはね、この除雪機って、なくてはならない機械なんですよね。その除雪機に使われている、このホンダの汎用エンジン。私ね、もうこの信頼性は、身をもって実感していますから、ホンダを所有するね、満足感をね、感じてしまうんですよね。そしてバイクもですね、名車って言われるね、この CB750F。 この7半のね、クレーエンジンもね、良かったですね。そしてこの CB250WR。この19000まで回るね、この胸のすくようなエンジン。そして車だとやはり VTEC ですよね。高回転になるとカムが切り替わって、もう一伸びする、あの感動ですよ。こうしたですね、名車と言われるマシーンと同様にですね、このホンダの汎用エンジンも、名エンジンと言えるとね、私は思っています。 それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみをまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました